全国のアクアリストの皆さん、お待たせしました。皆さんが一度は絶対にお世話になってるであろうチャーム館林、お世話になってあるのなってるであろうチャームさんの本店です。入り口入って左手には今人気のコケリウムの展示があります。販売もしています。レイアウトをしてそのまま、購入もできる。欲しいっちゃ欲しいよ。なんかこの鉢可愛い、ちっちゃいの。もうすぐな349円。これなんかちょっと鉢可愛いので。買っときます。買っとこう。かわいい。これ買っとこう。で、こちら左側が生態ゾーンになります。なんかこのオトシン買おう。うん、オトシンも買おう。見たい。これ敷地はどのぐらい小さいのかな。すごい広いな。淡水魚と動画で伝わるでしょうか。かなりの量の水槽があります。左側には爬虫類コーナーはトカゲさんとかいる。爬虫類はね、見ててに嫌いじゃないんですけどね、結構好きなんですけど、ちょっとお家にで飼うのにはちょっと勇気がいるなぁ。わあ、いるいる。今でも結構ね流行ってますよね、可愛い女の子とかも。ダッピダーとか綺麗にダッピダーやったみたいな。ああ、リコガメさんもいる。うわー、かわいいんだけどなー、かわいいけどなー。うわー、一匹。あ、目がいい。そうにちゃかわいいけどちょっとなー。私は飼えないな。飼える系いないのかな。今年の夏はさ、水蓮鉢やる。メダカね。もういいね。メダカかわいいよ。これ綺麗だね。メダカ今はさ、改良メダカがいっぱいいるからすごいんだよ。綺麗なのいっぱいいるんだよ。あれよりいいかな。見て見て。上から見たら見て、ほら、キラキラ光ってるの見える？わかる？ラメみたいにキラキラ光ってる。あ、光ってる光ってる。これメダカなんだよ。すごい。メダカの方がいい？あ、水槽の中は。メダカは多分外の水蓮鉢の方がいいから、水槽はグッピーでいいよ。いいよね。うん。これも綺麗だね。綺麗でしょ、ほんと。メダカとは思えないよね。このメダカいいね。すごいあ、水蓮鉢売ってるね。プラスチックの。でもあれ、うちのもあるメダカでしょ。そうだよ。外のね。うん、これはね、なんかこの改良メダカの走りみたいなやつで、今このぐらいの時間なんだけど。どうしよう。やりづけどうしても増えてしまうので、まあですね、3ペアくらいに抑えていた方がいいかなとは。でも3ペアも入れていいんじゃない？3ペア？じゃあ6匹？うん。あ、いいんじゃない？ねえ。あ、ブルー系で欲しい。こういうのも面白いですね。うん。メダカもそうだけど。もし増やしたかったら、ちゃんと別にしてあげるのよ、赤ちゃん。いや、できないできないかもしれない。お得なの。どちらかっていくから、どちらかが多いですね。でも、じゃあ、3ペアで買おうよ、いいじゃん。そうだね。最近、横浜金魚っていうところですごいベタとしげてまして、面白いベタが、ツイッターでも上がってるんですよ。そうなんですか。3例なんですけど、今アクアリストっていうことですかね。Twitter で結構発信してるみたいで。もう学生の頃からお好きでされてるんですよ。それでチャームに就職しようと思って、すごいね。すごいね。いやいやめっちゃいいね。好きなこと仕事にできるって素敵だよね。夢がある人にはかなわない。でも都内じゃないですかね。アクアフォレストとか、アクアショップキンさんとか。お待たせいたしました。すいません、ありがとうございます。丁寧ですいません。はい。秋の子に分けて。あ、どの色がいいやつ。まあブルー系でまあおしゃれなの選んで。綺麗。綺麗だね。これ？それともなんかお色黄色っぽくしようか。紺色っぽいのかな？そうだ。紺色っぽい。あ、あれね。うん。一個さ、出たみたいな。この違うね。これ。すごいちゃんとそうやってこうやって皆さんこれがいいとか言うんですかね。本当に言わない人の方が少ないです。お兄さんって水槽なんかあるんですか？仕事で散々水替えしてるんで、家だとやんないんですよね。学生の頃は結構10本はいかなかったですけどね、5本くらいは全然毎日何かしらやってたんですけど、すごいね。仕事にしちゃったので、なかなか家帰ってまで隠れてられなくなっちゃったんですよね。確かに。この緑のは？あ、綺麗。これ緑が入ってるやつ。兄さんわかる？すごい。すごい。できないよね、この。できない。これダメ。こだけが緑。見えなかったよ、こっちも。これ。あ、ブルーみたい。これ。これだって。すごい。いったよ。すごい。いや、綺麗。そう？いいね。いい？ブラシで明るくない？おばちゃんが好きだったらいいよ。大きいね、この子ね。すごい元気。全然動いちゃった。やっぱり分かんないね。動体視力がついていけない。本当だ。はい、ありがとうございます。じゃあそれでお願いします。生態は以上で大丈夫ですか？はい、大丈夫です。綺麗だから、他の魚より目が行っちゃうじゃないですか。それで、すごい人気です。皆さん立ち止まって見てくれるので。見ちゃうよね、綺麗だもんね。だって実際入れたらね、これしか目に入んない。そうね、他の魚が目に入らなくなっちゃうんだよね。綺麗でね。そうなんだよね。ここにポンポンが倒れた時は、すごいショックだったけど、他の魚が死んじゃった。ちょっと思い出が強くなっちゃうね。そうだね。だからやったかも。ちょっと今回はね。はい、ありがとうございます。あ、ブーツがめっちゃ綺麗。いや、満足ですよ。大満足。楽しかった。最高。見て、それ。超素敵じゃない？ああ、それね、入るときうわーっと見つめたんだよ。ああ。こういうさ、こっからピッコップするのも可愛いけどね。うまく育てがね。ということで本日は館林、群馬の館林にあるチャーム本店に遊びに来ました。大満足の一日でした。いろいろとスタッフの方にもお水のことやら生態のことやら教えてもらいました。とっても勉強になったし楽しい時間でした。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた別の動画で。今日は群馬県にある道の駅ララン藤岡にやってきました。ラスクで有名なガトーフェスタ原田の今現在限定で出てる群馬県のみでしか売ってないこれを買いに来ました。お店でしか買えないソフトクリームあんことピン。まずはソフトクリームから。うまっ。てれー。ちょっと食べてみる。うまっ。ガトーフェスタ原田のラスクの間に六花亭のバターサンドの中身って感じちなみに今日はおかんと一緒にお散歩なんですけど、おかんは爆買いですこれから、今日の本当の目的、チャーム本店へ鉄棒20個入りを8個です。スーパープレミアムおかんで全部売り切れました買い占め9000円安いでしょ分かんない、安いかどうか全然分かんない。分かんないよ、なんかこれだけあるって安いのが高いの分かんないんですよ帰りは羽生パーキングに寄りました。ちょっと江戸時代の雰囲気をこう演出している場所、川越なんです。